武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは、駒澤大学の英語の勉強について話していきたいと思います。駒澤大学の英語ですが、時間が60分、で大問が10題、出題される形となっています。でそのうち、6回が、大問3つ、残りの7つが、まあ、文法や、発音、や、会話、ですね。要は総合的な文法問題系統の、まあ、組み合わせになっている形ですね。で、レベルとしては、まあ、日大レベルの参考書一通り終わっていれば十分対応できるレベルです。で大問10題で60分って結構大変なんじゃないかっていうふうに、思うかもしれませんが、まあ、もちろんですね、長文とか読むのがすごいやっぱり遅くてって人だとちょっと時間的に厳しいかなと思いますが、一個一個の長文自体は、まあ、本当に結構短めなので、まあ、普通に読めれば時間内には一応終わるかなと。で大問一個一個の問題数も、まあ、5問なんで、まあ、問題なくいけるかなという形ですね。で、まあ、ただ文法、範囲からの出題率がかなり高いので、まあ、特にネクステージなどの、やまあ、ヴィンテージなりパワーステージなりといった一般的な文法参考書の、問題を一通り文法語法そして会話と発音アクセントをですね、こちらはしっかりできるようにしておきましょう。また大問の最後に極性状並べ替えの問題があります。ただこれはもう空欄になっている単語数がかなり少ないので、まあその専用の参考書などやらなくても、十分対応できるかなというふうには思います。まあ自信ない場合には例えばセンター試験の第2問の文法問題などで、やっておくなり、まあ短期で攻める、ですね、まあ、正常問題、やるとかですかね。まあ、そのあたりやっていくといいと思います。まあ、で、一般と全学部の問題の傾向は基本的にどちらも同じ、なので、まあ、両方、使う場合でも、ですね、両方の過去もやっておいて、形式に慣れておくといいかとは思います。文法をね、手抜くと非常に、痛い目を見る、大学の問題になっておりますので、しっかり、文法の参考書をやり込みしてください。以上が英語の勉強となります。